あれ？もも？もっぴー？あれ？ももちゃん、ももちゃん知らない？ちょっともも呼んでくれる？わしが、うん、まあわしが呼ばんと挨拶出てこんからの。どこにあるの？え、たぶんこっちだと思うよ。ママ！え、決まる。ママおいで！返事がない、鹿風のようだ。ママおいで！ほら、動いたじゃん。手叩かんとこん。マッピー！あれ？いや、マッピー。マッピーちゃん、あれ？はい。今日はね、パパの今日はっていうか、今月はチロとモモの誕生月です。ね、ちょしゃ、あ、倒れる。はい、というわけでチロとモモさんに誕生日プレゼントをね、買ったので開けていこうと思います。ね、ちょしゃ、こっち向いて。かわいいよ。ちゃん連れてこようかな。連れてこよう。出るの？あ、出ないわ。あれ、まるちゃん気に入ったね。どう？余裕結構ある。めっちゃ余裕だよ、まるちゃんはね。これ多分ハムとマロ一緒に寝れるレベル。あ、ほんと？うん。暴れに行った。あれー、みんな行ったよ。ハムちゃん行ってもらった。ハムちゃんにもさ、お披露目してないからさ。ハムちゃん、はい、いい？いいよ。ハムちゃん乗ってみ、ここ、はい、よいしょ、はい、どう？いいでしょ、ハムちゃん。結構デカめのやつ買ったよ。いいねそっちも使ってね、ハムちゃん。必ずみんな移動するよねとりあえず横に行って、これこっちも行けるじゃねえかみたいな。そうそうそう。ちょしゃ、同じ場所行かないでね。やりそうだね。隣あるか、隣、横に。あー、近すぎてハムは嫌がるかな隣空いとるじゃん。ちょしゃ、こっち空いとる。こっち、こっち、こっち。あー、ここいいな、こうやって撮れるな便利。そこ入っときゃね。お隣失礼しますって。おー、そう、この使い方をしたかったのよ。してほしかったの、私は。完璧やね。完璧。ハムちゃんの逃げ道が作られた。そうそうそう。チロが来た時とかにもうこっち行ったりあっち行ったりで移動できるかなっていう。完全になんか疫病がみたいになってんな今まで逃げ場がなかったからさ。うん、これ壁際すぎるのかな。ハンモック当たってるよね、壁に、これねもうちょっと前にする。もうちょっと引っ張ろうか、ちょっとだけ。よし、みんな、うん。お、チョウシャン。お、新しい問題が発生しそうな予感がさすがにもう何もしようがないけどね。匂い、いや、ガチガチ噛むかもしれない、プラスチックを。これが多分、出っ張ってたら上乗ってたね。うん、出っ張ってたらなかったねチョウシャン、カーテンレール下で正解。ね、チョウシャン。チョウシャン、荒ぶっとるね。チョチョウシャン。なんかゆらゆらしてるな。うん。ゆらゆら。レベルが悪いね、これ。どうしたどうしたどうした元気だな。この家のレベルが悪いってことないと思うんだけど。うん、カックンカックンするね、これね。上の方から見ればとんでもない揺れだわ。とんでもない揺れ。うん。やばいわ。レベルおかしい。コーナー型だとそんなになるのかな。わかんない。でもこれも似たようなもんじゃない。いや、四角じゃん。だって四角か三角。そう、三角コーナーだから。おお、調子はあるのかな。あと、こういった上を突っ張ってあるから多少レベルおかしくても突っ張りの力で大丈夫なんだよね。レベルって水平ね。ごめん、水平じゃない、平行か水平、それ あ, ら、あ、それ垂直だ、ごめん。水平ってなんだっけ。水平でいいんだ、ごめんごめん日本語間違えとるわ。モピーおいで。ママ、モモ
乗りませぬ。ちょっと荒ぶってるからな。荒ぶり。本当はね、こっちに置いてあげたかったんだけど、こっちちょっと危ないかなっていう。まあ確かにこっちの方がいいよね。これをちょっと右奥にやって、こっちに、うん、そっちに。でこれをここに置くか。ああ、ここまではだってさ、どっちにしろマロ乗るんだもん。マロは乗るね。でこっからさすがにあのエアコンはマロしか飛べないと思うんだよね。でマロが飛べんかったら誰も飛べんと思う。養豚でマロ、養豚でマロ。ハムちゃん、マロちゃんちょっと乗ってよ。ちょ、ずらそうか。あ、ハムちゃん乗ってるずらそうかな、ちょっとね。ちょっと解凍しましょう。はい、というわけでこういう向きにしました。こっちの左のこっちに窓があるので、まあ窓が外が見えるように置いて、こっち、やっぱこのハンモックでかくていいね。うん、巨人向け、巨人、巨人向けハンモックで。ね、モピー、モピーもぴったりだね。ね、よかったね。あ、駐車場に、駐車場に、モピーもぴったりだし、でこっちも外も見えるし、今まで通り台所も見えるいい位置になったハンモックさん。ハンモック、ハムちゃん専用。こっちがハムちゃんでいっぱいいっぱいだから、うん、サイズがね、はい、色もいい感じにさ、お揃いみたいになったからいい ね。でこれがあの突っ張り型ハンモックっていうか、突っ張り型キャットタワーの代償の丸い跡です。場所を動かしたらこうやって跡が残る2つ。まあしょうがないね、そんな日もあらくっきり見える、くっきり。拭いたら消えるかな、あれ。多分へこんでるからね、もうあれね。ねえ、長ちゃん、長ちゃん乗らないの、ハンモック。おいで、長ちゃん。うん、マロビーも長ちゃんも乗りなし。乗りねえ、乗りねえ。おみやら、おみやら乗りねえ。また手、皮むけちゃった。さすがパクパクローラー。マロちゃん乗らないの、乗りねえ、マロちゃん。チョウシャンも、チョウシャン、チョウ、ちょっとチョウシャン抱っこしていいかな。どうぞ。チョウシャン、チョウシャンのため、マロちゃんなんか勘違いしてない、ご飯まだですよ。チョウシャン逃げようとしとらん。逃げなくていいじゃん、チョウチョウは。よいしょ、チョウシャン、ほら見て、チョウシャン、あーってねえよかったね、チョウシャン。どう、チョウシャン、どっから、え、何やってんだ、どっからそこじゃないよ、チョウシャン。上にモピおるよ。うん、ここも空いてるし、上ハムちゃんいるしね。いいね、チョウシャン、こっちも来れるよ。ご飯時とかにみんながここに並んだら可愛いよね。ね、そんな日は来るのかな。来る来る、ね、チョウシャン。ご飯時とかいつもハンモックにみんな入ってるから、それがね、居場所が増えたんで。ええんちゃいます。うちにやっぱ一番必要なのはキャットタワーだね、うん、キャッタワ、キャッタワ。よかったね、チョチョ。よかったね、チョ。よかったよ。でもチョウシャンあれだね、今どっちかというとご飯だね。え、もうすぐ飯、あ、ほんまやご飯でしょ。そういうこと言うからあ、だからか、マロもか。食いしん坊組だから。魔王はご飯を待っていた。キャットタワーなど今はどうでもよいのだ。ご飯。我が求めしは餌。わ。だいぶ取ったけど今。いや、あの側面がめっちゃ汚いからね。ビフォーアフターよくわかる。お、チョシャン取った？あ、チョシャン。ちなみにそういうの上からやらんと、後で上やったら全部下に落ちるよ。まあまあ細かいこと言わんと性格が出るね。ね、チョウシャン、いいね。よかった、よかった。いいね、チョウシャン。
よかったよかった、気に入ってない気に入ってない誕生日は君もこちゃんずっとそこモッピーは気に入ったからいいね。誕生日は君ね、モッピーよかったね、モッピー気に入ったパパだよ逆光だな、こっちの方が綺麗かなね、モッピーうん、顔が見えというわけで、モッピーの誕生日のお祝いでした。いっぱい使ってね。